こんばんは。ウィークリー千葉県、小杉真希です。宮崎由紀乃です。この番組では毎週千葉県のさまざまな話題をお届けしています。番組の最後には素敵なプレゼントのお知らせもありますので、お楽しみに。まずは千葉県の主な出来事からお伝えします。21日木曜日、県庁で千葉県土地家屋調査士会との災害時における住家被害認定調査に関する基本協定の締結式が行われました。この協定は災害により被災した市町村に県からの要請に応じて土地家屋調査士会から応援会員を派遣することや、県市町村の職員及び土地家屋調査士会の会員を対象に住家被害認定調査に関する知識や技術の習得を目的とした研修を協力して取り組んでいくことを目的としています。22日金曜日、千葉県と自動車のリースを行う企業の共催による電気自動車 EV の試乗会が茂原市で行われました。これは電気自動車の普及促進を図るために県内の民間企業や市町村の職員を対象に行われたもので、およそ80人の参加者が電気自動車の試乗や乗り比べ、また各電気自動車の特徴の説明を受けました。当日は熊谷知事も実際に試乗し、電気自動車の普及促進につなげたいと述べました。以上、千葉県の主な出来事でした。特集です。ゆきのちゃんのリポートでお送りします。はい、今回のテーマは無限の可能性秘める宇宙の話です。宇宙の話といえば、先月ビッグニュースが入りましたね。全システム発射完了。All systems are go for launch. メインエンジンスタート。メインエンジンスタート。日本中が固唾を飲んで見守った H3 ロケットの打ち上げです。2月17日、JAXA は次世代の大型機関ロケット H3 を打ち上げ、目標の軌道に投入し、計画通り飛行を終えたと発表しました。すごかったですね。私もニュースの映像をじっと見ちゃいました。私たちの暮らしを豊かにするために、安全保障や防災、通信などで宇宙利用の重要性が増していますが、H3 が日本の宇宙開発をどんどん進めてくれるといいですね。そうですね。ということで、先ほど JAXA の話が出ましたが、実は JAXA の大切な機関が私たちの千葉県にもあるんです。早速行ってきました。わー、すごい大きいアンテナです。この施設見学もできるみたいなので行ってみます。ここは JAXA 勝浦宇宙通信所、勝浦市の山間部にある施設です。広報の飯島さんにこの施設の役割について伺いました。ここ JAXA 勝浦宇宙通信所は人工衛星を維持管理するために衛星の追跡と管制を行っている施設になります。具体的に言いますと、遠い宇宙にいる人工衛星からの電波をパラボラアンテナで受信いたします。そして人工衛星の位置や姿勢がずれていないか、積んでいる精密機器が正しく働いているかを把握いたします。もし位置がずれていたりしたら、アンテナから位置がずれているよ、直してという指令の電波を出します。指令を受けた衛星はスラスターという小さなエンジンを噴射して正しい位置に戻ります。このように人工衛星を日々見守っています。そもそもどうしてこんなに大きなアンテナが必要なんですか？はい、宇宙から届く電波はすごく微弱なので、このパラボラアンテナの大きなお椀でたくさん集めて大きくします。そして中央部分で受け取っているからなんです。現在 JAXA 勝浦宇宙通信所で追跡管制している衛星はこちらの8機。地球の陸地を観測している大地2号や、水環境を観測している雫、
温室効果ガスを観測している伊吹などです。もし通信ができなくなって衛星が使えなくなってしまったら、私たちの暮らしに何か影響が出たりするんですか？はい、例えば雫は海面の温度などを観測しておりますので、そのデータを利用している漁師さんなどが困ってしまったり、大地2号のデータは今回の能登半島地震の分析など災害時にとても大きな役割を果たしているんですが、そういったことができなくなってしまいます。宇宙の仕事というと、ロケットを打ち上げたり人工衛星を作ったりなど派手な部分がクローズアップされがちなんですけれども、人工衛星が正しく機能するためには、ここ勝浦宇宙通信所のような仕事がとても大切になっております。ちょっと地味な仕事ではありますけれども、縁の下の力持ちということで、このお仕事を私たちは日々誇りを持って働いております。展示室にはこんなお楽しみコーナーも。丸ですかね。おお、当たりです。これから宇宙服を着た私を作ります。はい、合わせていきます。うん、あ、この辺かな。よし、じゃあどうですか、似合ってますか。いい感じですねそしてこちらが来場記念のアンテナカードです。わあ、3種類あるんですね。そうですね。どれにしようかな。ゆきのちゃんが作った来場記念カード、こんなに素敵な1枚が出来上がるんですね。私も作りに行きたいなと思いました。この JAXA 勝浦宇宙通信所、宇宙のことを楽しく学べる施設なんですね。はい、年間で5000人くらいの来場者がいるそうです。ちなみに案内してくださった飯島さんは、宇宙からの電波のことを宇宙からの声って言ってたんです。なんかロマンチックでいいなと思いました。さあ、そんなロマンチックな宇宙の話、もう一つリポートしてきたんですね。はい、今千葉県の学生たちが人工衛星を作って打ち上げて運用するというプロジェクトが進んでいるんです。習志野市にある大学にやってきました。この大学で2021年度から始まった高度技術者育成プログラムは、日本の宇宙産業の基盤を支える人材を育成しています。このプログラムに参加する学生はおよそ50人。自分たちの手で作った人工衛星を宇宙に飛び立たせようと日々活動しています。学生たちを指導している惑星探査研究センターの原田さんに伺いました。これは現在開発中の超小型人工衛星の開発モデルです。一辺10センチ立方の約1キログラムの超小型衛星になります。私の仕事は1年1機の人工衛星の企画、設計、製造、運用までを一貫して行える学生を育成するための指導をしています。学生たちが作った人工衛星、第2期生が作成した2号機が昨年11月に JAXA に引き渡され、この春打ち上げ予定です。続く1号機、3号機も年内の打ち上げを予定しています。最初はただただ宇宙が興味があったっていうだけで、まあそこに参加して、あ、面白そうだな、衛星開発するしっていうだけで参加したんですけど、まあ、その経験していくうちに、まあ、その単位だけではなくて、その経験であったり知識であったり考え方、マインドっていう部分で、まあ、自分を成長させることができる、まあ、唯一なんかその学生 でしか経験できない体験だと思ったんで、まあ、続けてるっていう感じです。自分が電源系の担当で、電源系として1人しか、担当の人間僕しかいないので、その電源系の内容を他の部門の人たちに、こうこうこういうことしたよとか、こういう不具合が起こったよとか、ここはこういう動作をするから健全だよっていうふうに説明をしなきゃいけないところが特に多くて、分からない人間にこう分かるようにしゃべるっていう力が、身についたなと思っています。それが現在制作中の4号機ですね。
はい、これが、ボタンといって、カメラとゼロセンサーを持った人工衛星になります。カメラでは、宇宙から世界の、農場をモニターして予測に役立てたいと思っています。日本は、海外からの食料の輸入を多く頼ってますし、まあ、モニターすることはすごい、役に立つんじゃないかなと思っています。ジャイロセンサーは、本衛星の、ミッション検討の際に子どもたちの、理科離れについて、注目して、決めました。ジャイロセンサーが乗っていることによって宇宙での様子を記録することができ、そのデータを使って地上でも見ることができます。子どもたちに宇宙への、興味を持ってもらえればいいなと思って決めました。4号機の打ち上げは2025年春頃を予定しています。学生さんたちが人工衛星の企画や制作をゼロから始めて、その運用までを行うってすごいですね。はい、実際にあの人工衛星を作るのも10人20人がいろんな役割に分かれて作業をして、それこそ JAXA など関係機関との調整もするんだそうです。それはとてもいい経験になりますね。プロジェクトを指導する原田さんも、この経験を通して学生たちが大きく成長してほしいとおっしゃっていました。今回は JAXA 勝浦宇宙通信所と人工衛星を自分の手で作る学生さんたちのリポートでしたが、私も宇宙への思いが無限に広がっていくような、そんな気がしました。私もです。以上、特集でした。続いては菜の花瓶。特集に引き続き宇宙のロマンを伝えるお便りが届いています。手賀沼のほとりにあるこちらの施設、ここは農産物の直売所があったり、手賀沼に関する展示があるだけでなく、プラネタリウムがあるのを皆さん知っていましたか？当館では土曜日、日曜日、祝日の午前10時から午後4時の上映会まで1日6回の定時上映を行っています。上映内容はその季節によって変わり、4月7日までは木星を中心に惑星について紹介するテーマ番組と、この時期に見える星座の星空解説を分けて上映しています。また我孫子市内の小中学校の春休み期間、3月25日から4月5日までは土日祝日の上映に加え、平日も午後2時と3時に特別上映を行います。2022年にプロジェクターを新調し、迫力ある映像で天体について学ぶことができる当館のプラネタリウム、星を見て宇宙に思いを馳せてみませんか？皆さんのご来館をお待ちしています。星空綺麗でした。ロマンチック。季節によって変わるプログラムなどについて、詳しくはホームページをご覧ください。それではプレゼントです。今週は宇宙がテーマのお菓子を5名の方にプレゼントします。ご覧の必要事項、番組の感想をお書き添えの上ご応募ください。さて、ウィークリー千葉県、来週の放送はお休みです。次回は4月6日、令和6年度の千葉県予算をお送りします。それでは今週のウィークリー千葉県、この辺りで失礼します。